それでは本日のピートレを開始いたします。全日本強化選手の大久保利也と申します。よろしくお願いします。強化選手と準強化選手、まず一つ注意事項なんですけど、画面をオンにしていただいて、もしその事情があってオフにしなければならないという場合はチャットに書いてください。で、出る一番最後ピートレ終わった後出る際には必ずそのチャットに自分の名前を書いてください。はい、それではよろしくお願いします。最初ちょっと体をほぐしていきます。まず足首を回して、手首足首回しましょう。反対いきます。はい、そしたら骨ストレッチいきます。親指と小指を片方合わせて3を作って、その3を作ったもう片方の指を、そのここ手首のここ親指と小指で持ちましょう。で、こう持って最初首回します。3回ずつ回します。はい、スタート。1周目、2周目、3周目、反対いきます。1周目、2周目、3周目。はい、それでは次、みぞおちから上を回します。肘、その親指と小指で肘を持ちましょう。肘、このように持ってください。はい、みぞおちから上を回します。3回ずつ。1周、2周目、3周目、反対。1周目、2周目、3周目。はい、最後は、上半身で手で回していきます。下から1周、3、これも3周回します。2周、3周、はい、反対、3周いきます。1周、2周目、3周目。そしたら一番下リラックスしてください。リラックスしてお尻を後ろに出しましょう。そしたらお尻のこのここから背骨を一個一個立てていくようにゆっくり上がっていきましょう。はい、 OK です。もう一個ストレッチいきます。それじゃあ新脚かな。そう、これやっていきましょう。膝裏伸ばしましょう。やっぱこのダンスはヒール履いて踊るので膝裏が非常に硬くなっている方とか多いと思うんで、練習とかする前もそうですけど、なるべくストレッチをしておきましょう。はい、反対。特に女性はヒール細いしすごい高いので大変だと思うので体には気をつけましょう。はい、そしたらそのまま太ももを伸ばします。この時にこの部分をこう真下にグッと、で膝はなるべく膝はつけないでください。反対、よいしょ。それではストレッチはこんなもんにしてトレーニングやっていきます。それでは最初足首のトレーニングやっていきます。僕のトレーニング見てくれてる人は分かると思うんですけど、ルンバと、最初ルンバでゆっくりの音楽でやってから次チャチャの速い音楽でやっていきます。最初ルンバは、ゆっくり、音楽がゆっくりなのでゆっくりやるんですけど、ちょっと見えないんで下に下げますね。よいしょ。それでは説明します。音楽に合わせてやっていくんですけども、ワン、ツー、スリー、フォーで上げて、ツー、ツー、スリー、フォーでゆっくり下げていきます。これの繰り返しです。ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォーで、この時に注意してほしいのが、その上げる時に一気にこう全部上げきらないで、ゆっくり上げましょう。ゆっくり下げる時も
こうストンって下がるんではなくて、ゆっくり下がっていきましょう。ゆっくりまっすぐ、まっすぐになってから、ゆっくり上げて、ゆっくり下げて。バランス崩しちゃって、落ちちゃう分には大丈夫です。ゆっくりやっていきます。これを、ルンバの曲2セットやっていきます。はい、いきます。いきます。5、6、7、ですね、まあ皆さん分かると思うんですけど、上げる部分はしっかり上げきりましょう。こうで、あの中途半端に上げちゃうとあまり効き目がなくなってしまうので、この最後まで上げることを意識してください。で、こう上げた時に、そうですね、ずっとこう立っていられる姿勢を保ちながらやりましょう。この上の時もそうですし、まあ下も、下は別にヒールつくんでいいんですけど、この上、まあ、スタンダードもラテンもボール非常に大事なので、そしたらもう1セットいきます。はい、いきます。はい、いきます。5、6、7、それでは次、チャチャの曲に合わせてやっていきます。説明します。
まあ、これもわかると思うんですけど、さっきのそのルンバと違って、瞬発的にグッと上げていくトレーニングをしていきます。ルンバはゆっくり上げて、ゆっくり下げたんですけど、チャチャチャの音曲では、グッとすぐ、このルンバで最大まで上げたところに、グッと、最終地点に到達できるようにしましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。で、この時にお尻抜けちゃうと結構、その体がぶれちゃうので、あんまりお尻が抜けないように、で、お腹、その体幹に力を入れるというか、そのダンスの姿勢、綺麗な姿勢を保ってやっていきましょう。ツー、スリー、フォー。はい、それでやっていきます。これも2セットいきます。ございます。こう、まあ皆さん大丈夫だと思うんですけど、こう上げた時にやっぱ慣れててもやっぱお尻がこう抜けちゃったりとか、前に抜けちゃったりとかもすることもあるので、なるべくこの姿勢を保って、このまま何時間でも立てるような姿勢でこのトレーニングを行いましょう。あんまり変な姿勢だとずっと立てないと思うので、こうブレちゃって大変だと思うので。はい。もう一セットやっていきます。よいしょ。足首のトレーニング結構続けて4セットやったんで、結構きついと思います。足首よく回しといてくださいね。はい、それでは足首のトレーニングを終わって、次はボディ、このローテーションとか、こういう、そうですね、ローテーションのトレーニングをやっていきます。これはサンバに合わせてやっていくんですけど、ホイスクなんですけど、足はそのままワンツー
three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight. で、この時に意識してほしいことが、お尻と胸、とにかくここ引き離しましょう。one, one, two, three, four, five, six. 引き離しましょう。one, two, three, four, five, six, seven, eight. で、ここ、腰と胸をこう引き剥がしてやっていきます。それと、膝を、曲げた方の足がすごい、これは非常に大事で、結構いろんな方から質問いただくんですけども、下、この下の膝を使って、ボディをこう使っていくっていうトレーニングでもあるので、ここの引き剥がすだけではなく、膝をしっかり使って、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、4, 5. で、膝を使うんですけれども、下にこう使うのもあるんですけど、下より曲げたらもうすぐ上に使いましょう。下にこうドスって降りるというよりは、上に使います。下にちょっとまあ、膝曲がるんで下がっちゃうんですけど、上に使うようにしましょう。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.そうですね。意識することは、ここ胸と腰をこう引き剥がすことと、膝、しっかり使ってください。その2点だけ、とりあえず気をつけていきます。曲は普通の速さでやっていくんですけど、音はゆっくりとっていきます。そのまあルンバで言えばクカラチャのサンババージョンみたいな感じなんで、まあ結構まあ馴染みはあるんですけどね。はい。それでもう一セットやっていくんですけど、この引き剥がすのを今意識したと思うんですけど、その引き剥がすっていう意識でこう胸が動くっていう人と、例えばその引き剥がすじゃなくて、その引き剥がした逆側、その引き剥がした方のこのこっち側をこう縮めることでボディが動く人、まあ、いろんな捉え方で全然ボディの動き方が変わる方がいらっしゃるので、それはもう一個の捉え方なんですけど、こう引き剥がすとボディが動くっていう人と、そうですね、もう一回言いますけど、こう縮める方を意識してみると、例えばもっと動く人がいたりもするので、そうですね、両方やっていきましょう。3、縮める。その時にヒップがしっかり上がってください。3、ヒップが上がります。4、5、6、
7, 8, 8, しっかり使う。使った反対側のボディはしっかり前。前、縮める、前に出します。縮める、前に出します。前、1, 2, 3. はい、そういう感じです。それではもう一セットやっていきます。トレーニング2セットなんですけど、今日ちょっともう1セットだけちょっと同じトレーニングなんですけど、意識を違うところに意識をちょっと回してやっていこうと思ってます。ですね、次は今は上半身をこうよくこういうトレーニングやると思うんですけど、こう上の方でぐる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 回すトレーニングとかやると思うんですけど、その今その上半身関係のトレーニングだったんですけど、次はヒップの意識をしていきます。例えばラテンで言うと、まあ、こう踏み替えとかするときに、やっぱここが速くないと、まあ、速いとかっこいいですよね。だし、その体幹がすごい大事になってくるので。はい。で、説明していきます。で、やることは同じです。まあ、さっきのトレーニング、あくまでこれトレーニングなんで、さっきのボディを一緒に使わなきゃなとは思わなくて大丈夫です。で、次は、とにかくヒップの切り返しのトレーニングをやっていきます。ですね、ちょっと近づきます。で、何をやるかっていうと、さっきと同じ、ワン、ツー、3, 4, 5ってやっていきます。で、この時に、1、こう使って反対側に行くとき、1、こう反対側に行くときに、次はヒップをすぐ、1、2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 、
まあ、例えばサンバ。まあ、これはあくまでそのサンバのトレーニングなんですけど、サンバとか、まあ、そういう切り返しの音が、こう、はっきり見えたりすると、もっと、なんだろうな、その、見てて、リズムが分かりやすくなるというか、まあ、その、ビートがはっきりするので、例えば、その、ゆっくりなのを使ってから早くするとか、もうやってみると結構面白かったりするので、そういうトレーニングをちょっとやっていきます。音はさっきと同じ取り方でやっていきます。とにかくヒップの切り返しを意識しましょう。
違った感じなんですけど、結構こういうトレーニングも大事なんで、ローテーションのトレーニングとかあんまりやっぱりトレーニングできないので、はい、それではですね、次はホイスク、また3番やるんですけど、次はホイスクの送り足のトレーニングをやっていきます。例えばステップホイスクです。普通にワンアツワンアツってやっていくんですけども、ここからワンアツ、この前足の膝、そのさっきのこのトレーニング、この膝を使うのを応用していきます。ワンアツってきたら、この左足、この前の足を使ってしっかり送り出す。ワンアツ、この前の膝と太ももを使って送り出す。アツワン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 っていうのを練習していきます。そうですね、説明は言いました通り、その前さっきのこのボディで膝をこう上に使ってって言ったそのトレーニングをしていきます。しっかり膝を使って送り出してあげる。アツ、この前の膝と太ももの上の部分使ってワンアツうワン、横から見るとワンワンアツ、ここ前に使ってワンアツ使ってワンアツ使ってワン、はい、これもスローテンポでやっていきます。で、ゆっくりでやると多分普通の速さもそれはそれできついんですけど、結構筋肉的にもくると思うんで頑張ってみてください。送り足のトレーニングです。送り足のことだけ考えてやってください。こういうトレーニングやらないと思いますんで、そうですね、もう一個ちょっと説明させていただきます。で、ホイスクの時にワンアツで送り出す時にしっかり左足使い切りましょう。その中途半端に使ってこう行っちゃうと逆に大変になっちゃうので、ワンアツで前足しっかり使い切ってから送り出しましょう。あつ、前足の膝を使って使い切ってワンあつ、しっかりこうで膝着地しっかり膝がこう緩められるようにつ、膝を使ってワンあつ、しっかりこう膝が緩めるようにワン、はい、そうやっていきます。最後までしっかり使い切りましょう。はい、もう1セット最後やっていきます。
サンバやりまくりなんですけどね。はい。はい、そしたら、次は、また、まあ、これは全共通のあれなんですけど、胸のトレーニング。この、ぐるぐる、みんな大好き、ぐるぐる回すやつやっていきます。そしたら3番に合わせて、スローテンポでやっていきます。さっきと同じように、ワン、ツー、スリー、アフォー、ファイ、もっとゆっくりやっていきます。で、そうですね、ゆっくりな代わりに、やっぱ可動域、全開まで使い切りましょう。早くやることも大事なんですけど、ゆっくりでしっかりその最後まで。自分のその限界まで、自分の限界がどの辺なのかなって結構知ることが大事なので、はい、やっていきます。で、右8回。1、2、3、4、5、6、7、8。割ったら左8回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、これだけです。そうですね。これで意識することは、やっぱダンスの姿勢、綺麗な姿勢を保ってやっていきます。で、やっぱりこのぐるぐる、やっぱこのローテーションすると、どうしても、こう、首にこう、二重箱とか首に力が入っちゃう場合が結構多いので、なるべくどういう体勢でいるときも、首には力が入らないように。そうすると、その可動域がちっちゃくなっちゃうので、なるべく首はフリーにしておきましょう。で、膝、ちょっと緩めます。ちょっと膝曲げます。はい、こうバウンドできる位置でやっていきます。で、首、リラックス、膝曲げて、手は腰。で、まあそうですね、どこでも手はどこでもいいです。で、まあやっていきます。2、3、4、5。で、後ろ、結構、まあ、やっぱ前に比べると、後ろが、なんだろうな、あんまりいかないんで、皆さん、後ろも限界まで、使い切るように頑張りましょう。やっていきます。ですね、間に水分とか汗拭いたりとかしてきてくださいね。はい、それではもう一セットやっていきます。もう一セットやったらちょっと休憩の時間を入れます。はい、やっていきます。頑張りましょう。
ます。そしたらちょっとぶっ通してやってきたので、ちょっと汗拭くなり、水飲むなりしてください。次はみんな大嫌いなジャイブのトレーニングをやっていきます。大丈夫ですかね。それでは、次のトレーニング説明に入ります。ジャイブやっていきます。ジャイブキックです。ですけど、いつもやってるのとちょっと変えます。何をするかっていうと、例えばジャイブとかサイドバイサイドでこうキック、まあ、サイドバイサイドじゃなくてもそうなんですけど、キックしてるときに、例えば早くキックした後、例えばゆっくりこうキックするステップとか入ってる人結構多いと思います。なので、早くキックするときとゆっくりのその区別がうまくつけれるように、そういうトレーニングをしていきます。要するに早いかゆっくりかをもうより分かりやすくするトレーニングです。で、やりから説明します。そしたらゆっくり2回、1、2、3、4、5、6、7、8、そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、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 
ルで意識してほしいことは、早くするとき、早くキックするときは、とにかく、そうですね、なるべくこれは膝下、このお尻、このかかととお尻、まあ、ちゃんとこう完全につけろとまでは言いませんが、なるべく高く上げるように、まあ、結構こうなっちゃうのも結構あるので、なるべくここは最後まで、ワン、ツー、スリー、お尻、蹴っ飛ばすぐらいまで。やっていきましょう。で、ゆっくりなとき、ゆっくりなとき、そのイメージ、そのすくい上げる感じで今日はやっていきます。下からすくい上げる。キックしたらすくい上げる。ワン、アツ、スリー、アフォー。ワン、ツ、スリー、フォー。ファイブ、シー、セーブン、エイ。ワン、アツ、スリー、アフォー。ワン、ツ、スリー、フォー。ファイブ、シー、セーブン、エイ。というふうにやっていきます。結構、ゆっくりと速いの。そうですね、その区別つけるの結構難しいんで、頑張ってやっていきましょう。3セットぐらいやります。やっていきます。はい、ゆっくりからいきます。セーブン、エイ、ワン、ツー、ツー、早く、ワン、ツー、スリー、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、早く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 、ゆっくり、ゆっくり、早く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 、ゆっくり、ゆっくり、早く、早く、早く、ゆっくり、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、アツ、スリー、アフォー、ワン、ツー、そうですね、結構同じ方向、そうですね、同じ足で連続でワン、ツー、スリー、フォーより、その片方ずつ
1,2,3,4 の方が多分きつさは多分倍以上違うので結構大変だと思うんですけど、しっかり姿勢保ってやっていきます。はい。で、すくい上げるときはしっかりで、キックしたときなるべく足先が綺麗になるように、ワンワンワン、すくい上げる、綺麗に綺麗になるようにすくい上げる。早いときもなるべく綺麗な足を目指して頑張ってください。あっつ、スリーあっフォー、ワンツースリーフォー。はい、それではやっていきます。もう一セット。はい、いきまーす。ファイブ、シックリー、ワン、シミシミ、ソルをバッタ、そうですね、あまり時間ないのでもう1セットやりたかったんですけど飛ばします。それではちょっと水分補給して次ちょっと筋トレいきます。腹筋トレーニングちょっとやっていきます。汗拭くなりちょっと息を整えて、よいしょ。何かこうバスタオルとかでもいいんで、シートがある人は引いてもらえると体が痛くなると思うんで、痛くなくなると思うんで、はい。ですね、それで説明していきます。いつもやってるのとはちょっと違うんですけど、左足と右手をこうつけていくトレーニングなんですけど、一度見てもらえると分かるんですけど、最初手を上に伸ばします。そしたら、例えば右手と左足をつける、上反対、上右手左足、はい、下ろす、左手右足、はいはい、ワンエン、ツエン、スリーエン、フォーエンっていう風にやっていきます。そうですね、やっぱりダンスなのでチャチャの音楽に合わせてやっていきます。そうですね、これで意識してほしいことは、とにかくそのこのダンスすごい体絞ること非常に大事なので、体をしっかり絞るトレーニングやっていくんですけど、でこの時に例えば右手と左足をつけたとします。そしたら顔はなるべくあの足の方に、の下にお尻を見てください。お尻見ます、上、お尻見ます、はい、お尻見て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 、はい、というふうにやっていきます。でなるべく、そうですね、これは姿勢とかちょっと気にできないんであれなんですけど
下っ腹結構鍛えられると思うので頑張っていきましょう。そしたらチャチャの曲に合わせて2セットやっていきます。どれぐらいやるかは途中で止めます。はい、それでやっていきます。30回ぐらいで結構しんどくなってくると思うんですけど、そこからが勝負なので頑張ってペースが乱れないように、そうですね、ペースと、やっぱいっぱいやってると上がってこなくなるんで、まあ多少はしょうがないですけど最後までやりきりましょう。ちょっと自力整えてもう一セットやっていきます。きついですけど頑張りましょう。1分半ぐらいやっていきます。タイマーセットします。タイマー OK。 はい、やっていきます。結構しんどかったと思います。やりきれた人はすごいです。そしたら、そうですね、あんま時間ないので、そしたら無音プランクやっていきます。はい、ですね、音楽普段流すと思うんですけど、これは流しません。なんでかっていうと、音楽流しちゃうと音楽に集中しちゃうので、そうですね、その音楽聴かないで自分のその体幹だけに集中してるとメンタル面でも結構鍛えられるのでやっていきます。
で、何秒やるとかは指定しないです。なので、いつ終わりかがわからないっていうのがまたきついと思うので、頑張っていきましょう。やっていきます。はい、それでは皆さん準備はいいでしょうか。ちょっと腹筋使ったんで腹筋伸ばして。はい、それでは2セットやっていきます。準備してください。いきます。5、4、3、2、1、スタート。体幹のことだけ考えてください。はい、OK です。1セット目終わりです。今のでだいたい2分ぐらいですね。2分ちょっとで、やっぱり長くやっていると落ちちゃったりとかもすることあるんですけど、なるべく落ちないように意識してください。で、なるべくあんまりお尻がこう落ちたりとかしちゃうと全然体幹の意味がなくなっちゃうんで、ちょっとこう丸めるイメージをしてください。で、超まっすぐ意識というよりは、ちょっとこう尻を上げてあげてください。そうすると、よりその体幹のところに効いてくるので。はい、それではもう1セットやっていきます。息を整えて。いきます。5、4、3、2、1、スタート。
はい、いいでしょう。ありがとうございます。ちょっとさっきより長くやっちゃいました。はい、それでも最後までできた方はすごいと思います。そしたら時間になったので今日のピートレを終わりたいと思います。ありがとうございました。そしたら、強化選手と準強化選手の子は、まあ、注意事項なんですけど、最初にも言った通り、退出する前に、